いブラザー、イエロー。こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。この動画で三角比の知識を爆上げして、さらに数学的なラップを身につけていきましょう。ラップクールですよ。はい、ではやっていきましょう。円に内接する四角形、ラップがここに、円に内接する三角形 ABC があって、辺の長さはそれぞれこんなですよ。で外接円の半径はラージ R ですよ。この等式が成り立つときに、角 B の大きさを求めなさいという問題です。まずこの問題パッと見たときに、いやいや、コサインだったら外接円の半径 R 関係ねえやんって思いましたか？はい、宮古寺思いましたね。コサインっていうので外接円の半径ラージ R を使うのはちょっとしんどいので、正弦定理使いたいわけですよ、今外接円の半径ラージ R だから。ということでサインに直しましょう。余弦定理もちょっと面倒くさいですしね。はい、ではやっていきますよ。コサイン2乗 A っていうのが1マイナスサイン2乗 A ですね。サイン2乗足すコサイン2乗は1なので、ということで1マイナスサイン2乗 A マイナス1マイナスサイン2乗 B プラス1マイナスサイン2乗 C イコール1ですね。では、これ1マイナスサイン2乗 A マイナス1プラスサイン2乗 B プラス1マイナスサイン2乗 C イコール1になりますね。では1マイナス1で消えて、この1とこの1で消えますね。両辺1引いてあげて、ということで結局残るのっていうのは、マイナスマイナスサイン2乗 A プラスサイン2乗 B マイナスサイン2乗 C イコール0になるわけですね。で外接円の半径使ってねってこの問題が主張しているので、正弦定理使ってあげましょう。じゃあここで正弦定理より、サイン A 分の A イコールサイン B 分の B イコールサイン C 分の C イコール 2R ですね。でサイン A やサイン B やサイン C をまあ消したいわけですよ、この式でね。丸一番で保存しておきましょうか。じゃあ逆数取ってあげて移行してあげれば、まあちょっと一気にいかん方がいいかね。逆数取ってあげて A 分のサイン A イコール B 分のサイン B イコール C 分のサイン C イコール 2R 分の1になりますね。でここの部分で A を移行してあげれば、サイン A イコール 2R 分の A になりますね。 A を移行しました。で同じようにここの部分で B をピョンと移行してあげれば、サイン B イコール 2R 分の B になりますね。でここの部分で C を移行してあげれば、サイン C イコール 2R 分の C になりますね。でこいつらを丸一番にぶち込んであげれば、まあ何かしらなりますよと。じゃあ丸一に代入して、サイン A っていうのが 2R 分の A ですね。サイン B というのが 2R 分の B ですね。サイン C というのが 2R 分の C ですね。はい、では、辺4R の2乗消し、かけてあげれば消えますね、この分もペンペンペンと。っていうことで残るのがマイナス A の2乗プラス B の2乗マイナス C の2乗イコール0ですね。B の2乗イコール C の A の2乗足す C の2乗なので、三平方の定理が成り立ってますね。ここ B で A で C ですね。よいしょ。ってことで、角 B というのは90度だよっていうことが分かりました。まあまあ、うん、外接円の半径ラージ R というのは大きなヒントですね、この問題は。コサインをサインに直してあげて、正弦定理を使ってあげてね、こんな風に式を導くのはまあそう難しくないかなと思います。はい、お待たせしました。もうラップが気になって、もう正弦定理どころじゃなかったでしょ。はい、じゃあ、この三角形 ABC っていうのは円に内接してるじゃないですか。内接してますよね。ということでこの内接にかけたラップというか、内接で韻を踏んだラップっていうのを今から披露しますよ。もうこれはね、好きな女の子に言うとね、とってもクールでね、惚れられると思いますよ。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ頑張りますね。行くぜブラザー、イエロー。内接解説、あっさり挫折、紆余曲折で桜の季節、イエーチェケラ。ね、
内説を解説したけどもあさり挫折しちゃったよとあいつ。でもそのあいつが紆余曲折したから紆余曲折したけどもう春になって桜の季節になったよっていうね、なんか素敵なラップでしょ。内説からスタートしてね、説で韻を踏んでみました。もうあのパクテイですよ、パクテイですよこのラップね。あのぜひぜひあの好きな人のとこ行ってね、ちょっと今から聞いてくるよってやったらもうその時点でハーってなるからね。どうぞあのラップ使ってください。はい、じゃあね、キュンとしたなっていう人はね、チャンネル登録お願いします。はい、合格できる。はい、じゃあ頑張りますね。内説解説あっさり挫折紆余曲折で紆余曲折で桜の季節、いけちょっとなしちょっともう一回行かせてください。はい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 、内説解説おい行きましょう。いえ行くぜブラザー、内説解説紆余曲、いけちょっと待って。はい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 、はい、合格できる。内説解説あっさり、内説解説あっさり挫折紆余曲折で桜の靴、言えますね。はい、終わりましょう。